さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今回も西部警察 RS1 ダイキャストギミックモデルを作る75巻をアシェットさんのキットアシェットさんのキット提供していただいております。そうやって今回何やんの。今回ね、オーバーヘッドコンソールの組み立てと取り付け、まあ見えなくなっちゃうところではあるんですけどね、覗き込んだ時にチラッと上見たらおーっていうねところをやっていこうと思います。ではまずはよいしょと、こんな感じですね。ちょっと待ってよ、滑ってくる。よし、なんか今回とりあえず RS1 で LED のねテストをしてくれっていうふうに書いてあるので、テストをしていきますか。前回のこれを使ってですね、あ、中身こんな感じね。今回ねちょっと細かいのが多いんでね、多分1話だけでやってた方がいいですね。1回の撮影でやった方がいいかなと思って今回しました。でテストするのはこちらですね。これがちゃんとつく、これをここに刺すんだね。ういうい、ここテスト、はい、つくかな。ピーンつきますね。3つつけば OK ですと。でもう1個、こちらちょっと変わった形ですね。こんな形のやつ、これをこう見てここに刺すと、えいやっとつくかな。つくね、問題ないね。初期以上で、こいつはお返ししますと。では早速やっていくよ。こちらですね、こういう向き。まあね、ちょっと長い動画になりそうですので、どうでもいい話をねしていきながらやっていこうかなと思います。まあどうでもいい話っていうのもねあんまりないんですけど、あれ本当にないのないんだよね。いや毎日暑いねって、いやそんなこと知ってるしみたいなさ。いや明日健康診断なんですよ。ついに鍋さんにリアルダイエットが始まりそうな予感がするわ。まあね、前回のね、去年の時でも言われたんですよ。もうちょっと痩せた方がいいですね、知ってるしって思いながらね、分かっちゃいるけどさ、世の中美味しいものが多くてさ、まあ今日はね昨日の残りのそばを食べたんだけどね、そばは茹ですぎちゃって食べきれなくてさ、そのそばがさ、もうやっぱり何、前日に茹でたやつだから、まあ捨てちゃもったいないとか思って食べきれなくて、だからね、冷蔵庫に入れてさ、もう一回ちょっとこうねお湯で洗ってあげた時にちょっと、あ、これやべえかもしれないと思ったんだけど、そのやばいっていうのはあれやっぱり何だろうね、形が崩れるっていうかさ、なんかボロボロになるんだよね。そうなんかね、ちょっとそのね水でね、そのままで食べるとさくっついちゃってるからさ、そういう時にボロボロっとしたからさ、あーとか思ったんだけど、食べたらやっぱりちょっとこうなんていうのかな、ボロっとした感じだったよ。ショックだったよ。まあ別にね食べれないもんじゃないからさ、食べたけどさちょっともったいなかったな。でさすがになんかそのつけるものがねなかったから、つけるものってなんだろう、その何、添えるものがなかったからさ、スーパーで今日ね買い物行ってきたからさ、あの天ぷら買おうと思って、天ぷらね、やっぱりこう仕事の後に行ったからいろんなものが安くゲットできて、ヤッホーイとか思いながら、なんか天ぷらいっぱい入って300円ぐらいだった、おおとか思って、お得とか思いながら、まあ買って食べてたんだけど、美味しかった、天ぷら美味しかった、ちょっとそばやばかった。まあ、今日は食べなかったけど、まあちょっとね、このまた今週1週間のね食材っていうのを調達しに行ってですね、まあ今週どっかでねハヤシライスをね作ろうかなと思って、だけどなんかハヤシライス
がさ、なんかちょっとあれだったね。ハヤシライスのルーがさ、種類がね3種類ぐらいしかなかったの。なんか辛いハヤシライスと普通のハヤシライスと、またもう一個ゴールデンハヤシライスみたいな感じがあって、まあ結局そのゴールデンってやつにしちゃったんだけど、なんかちょっとね種類がその3種類しかなくて、カレーとかさ、そういったことは、カレーは特にねやっぱり種類がめちゃくちゃ多いんだけどさ、ハヤシライス少ねえなと思って、この前カレー作って食べたから、ちょっと今度ハヤシライスにしようと思って、こんな感じ。まあね、ちょっとそのねローテーションというか、そればっか食べないようにと思ってね、取れない、これとこれにこれを入れるのか、なんか結構そこら中が光るんだな、これ。ハヤシライスは割と具というかが少ないからね、まあね、肉と玉ねぎとマッシュルームぐらいだね、入れればできちゃう、簡単なんだよね、あんまり気を使わずに作れるというか。これもこれ入れるだけでいいの？これなんか緩いんだけどいいのかな、いいのか。これをここにストン、おうマジか、ちょっと結構ゆるゆるだけど、でここにこれを入れる、おお、なるほど、これも入れるだけ、ゆるゆるなんだけど大丈夫でしょうか。これこうやって動くんだね、これ見て、ほら、これがこうこうやって動く、しゃれてる。で蓋をする、蓋ってどれ、蓋じゃない、ここでこの LED 板をつけるよと、ここにこんな感じで、ここでネジで止めたら、ネジがどれ、19のネジはどれですか、小さい3つのネジ、これだ、ちょっと手がいっぱい、なんかその辛いハヤシライスっていうのは、なんかトマトベース、なんかハヤシライスって2種類あるよね、なんかトマトベースのやつとね、あともう一個ビーフハヤシライスって言っていいのかわかんないんだけど、まあ肉系ね、茶色い、濃い茶色の方のね、まあ、今回なんかあんまりね、そう酸っぱいハヤシライスってそんなに好きじゃないから、嫌いとかじゃない、別にあれば食べちゃうんだけど、まあ好んでは食べない方だから、そういうちょっと濃い茶色の方のねビーフでいいのかな、ちょっとわかんないけど、あっちを食べて、あを選んでね、まあ正解じゃないかな。だけどその前に、ちょっとそれを食べる前に真ん中に何か挟もうとか思って、挟むっていうかね、その前になんかちょっと食べたいなとか思って、ハヤシライス、明日ハヤシライスって気分じゃないなって思って、アヒージョを作ろうと思ってね。アヒージョって大体基本的にああいうさ、あの魚介類、まあ大体エビが一番多いと思うけど、エビとかね入れて、あとキノコか、まあエリンギ入れると美味しいんだけどね、エリンギとマッシュルームとみたいな。まああのハヤシライスの時にはね、マッシュルームは結構その缶詰ので済ましちゃうんだけど、やっぱりアヒージョやるっていう風になるとね、ちゃんとキノコの形になった、ああいう缶詰とかねじゃなくて、ああいう身になったやつの方がいいなと思ってね、それにしたんだけど、その方が美味しい。なんか形がうまくはまってない気がする、いいのかこれで、いいのか、まあいいわ。でそうしたら、こっちにこう向けるのか、シールを貼れと、長さに合わせて2枚カットし、残りは、あーなるほど、とりあえずこの1列のうちの1列しか使っちゃダメよっていうことね。難しいこと言うな、
この辺の長さで、まあ適当でいいと思うんだけど、ちゃんとくっつけばピッと。アヒージョ好きなんだよね、ご飯が進むし。まあ塩辛いっていうのがねちょっとあるからね。で白身フライ、白身フライ用とかに使われるああいう白身の魚とかもさ入れたらさ美味しいね、一緒に煮込んだら美味しいかなと思って、まあ冷凍だけど買ってきて、それがちょっと明日の楽しみ、美味しいんじゃないかなみたいな。いや絶対美味しいと思う。結構ねアヒージョっていうと塩分が高いからさ、そういう白身の魚とかは合うんじゃないかな。まあ魚がね結構好きだからね。でまあなんかもう背わたとか抜いてあるエビとかも冷凍で売ってたから、まあじゃあそれもついでに買ってこうと思って買って、なんか聞く話によるとさ痛風になるとエビとかも食べれないとか言って言うからさ、今のうちに食べとくかってこのね食べたいものを食べたいだけ食べてるこのね鍋さんですからね、今のうちに。あれちょっと待って、あそっか、あのあれ、あーよかったすぐ見つかった。いやこれも使うんだって。なんか知り合いがさ痛風でつって言って、あれが食べれないこれが食べれないとか言ってたからさ、俺も気をつけんとそうなるよなーって、まあ全然気をつけてないんだけど、いやっていうことはなんかいずれそうなるだろうなーとか思うとさ、いつかそういう好きなものが好きなだけ食べれんくなるっていうのマジきついわーとか思いながら、これをこう向きにつけるよと。おーなるほど、これいいのかな、ピタッとつけて両面テープ、両面テープでつけるとそのうち脱落するんじゃないかと思うんだけど、あこれはでも向き的に大丈夫か、これで OK かな。意外とこの両面テープ丈夫いな、一回つけたらもうなんか全然ビクともしねえ、こんな感じになってる、こういう感じね。この線の絵がないのが若干不安だけど、でこれにここに何か入れる、うん、3B っていうやつ、 3B これか、じゃあ説明書が雪崩のように落ちてきた。痛風なんてでも本当ね一言じゃないからね、いつなるいきなりなるかって、なんか歩けないほど足が痛いみたいなことも聞くしさ、怖いわ本当に。こう向きで、皆さんは健康管理しっかりされてますか？聞いてる鍋さんは一切していません。いやこの時期さアイスはうまいしさ、かき氷とか、あのねかき氷めちゃめちゃ好きなんだよね。あ入った、よし、かき氷ほんと好きでめちゃめちゃうまくない、かき氷って。どんなかき氷でも好き、あのガリガリのやつ、ガリガリくんばりにこう粗削りのさやつとかもめちゃめちゃ好きで、でそれと違ってまた今度ふわふわ系のやつもすごく好きで、何でも好き。味で言っても意外と嫌いな味っていうのは特にない。なんか抹茶とかでも全然いいし、まあでもね、なんだろうな、やっぱこれが一番無難でしかも外れなく美味しいなっていうのはやっぱりみぞれっていうの、あの氷砂糖を溶かしてさ純粋なも甘いだけのやつ、あれが一番うまいな、うん、っていつも思う。しぐれよくあのスーパーとかでも売ってんじゃない、あのアイスコーね、こ氷アイスコーナーとか行くとさそこにみぞれあってすごい安いじゃないのって、
80円とかさ、まあ、場合によっては60円とかあったりとかするけどさ、スーパーだと真面目とか思いながら、なんかさっぱりするんですね、やっぱり良いよ、とても良いよ、うん、でこれはクリアパーツやな、黄色が思い切りついてる、すげえ明るい蛍光イエローみたいな感じだな。アイスとかね大好きなんだよね。でも思うんだけど、かき氷とかアイスってすごい糖分高いんだろうね。なんか結構さ、溶けて手についた時ものすごい勢いでベタベタするじゃない。っていうことはそれなりに砂糖とか、まあ、糖分がすごい入ってんだろうなとか思って、その時だけそうやって思う。食べる前は全然関係なくワクワクしながら食べる。まあ、ちなみにね、さっきも食べてたんだけどね、なんだったか、取れた取れたって、あの両面テープが取れた、ギュッと押し付けちゃった。そうやって言いながらさっき食べてたのは練乳小豆のかき氷、うまかった、うまかったよ。やっぱ氷系最強だな。これ分かる人には分かると思うんだけど、家の冷凍庫にさ、アイスがいっぱい入ってるとなんかすごく幸せな気分にならない？俺だけ？これ冷凍庫さ、ガラガラってこう引き出し開けるとさ、アイスがビシッて入ってるとさ、すごくテンションが上がる。やっぱ冬とかでも部屋をめっちゃ暑くしてとか、こたつに入ってとかね、アイス食べるとか最強にいいしね、ちょっとこうこたつとかそういったもんで逆に暑くなりすぎちゃってアイスを食べるみたいなね、いいね、幸せ。そして家の冷蔵庫にアイスがいっぱい入ってる、レディーボーデンとかさ入ってると、ちょっと高級なやつね、うん、高まる。できた、とりあえずこんな感じだし。だけどここにまたパネルとか、こうですね、前回のあったですね、これね、ちょっとカメラだと見にくいと思うんですけど、ちゃんとこれ、ね、オンオフとかね、ここにちゃんと全部書いて読めるぐらいの字の、あー、これなら見えるね、ほらね、全部書いてある、ちゃんと素晴らしい。でこれの一本丸々使うんだ、今度このシールを、両面テープを丸々使って、この間に入れる。ギリギリだな。で剥がして、ここにつけちゃうよと。なんか一気にそれっぽく見えるね、メカメカしくなったよ、ほら。この質感がねすごくいいの、それっぽいの、本当にすげえかっこいい。質感って大事だよね、やっぱりね。まあ触ることないけど、やっぱりこう目で見て、やっぱり触ると想像通りな感じでみたいな、いいわ。でこれをプチプチと、喋ってたらかなりいい時間になってきちゃったな、急げ急げと。でこう見ての、これも接着剤なしでいいだね、ここに差し込むよと。ゆるゆるなんすけど大丈夫っすか？これダメでしょ、多分さすがにダメでしょ、裏からなんかするわけじゃないんだ。すっごいゆるゆるなんだけど、スカスカ。これさすがにちょっとまずいと思う、これは姫様にお願いしよう。接着剤でつくな、接着剤にしよう。接着剤どう、いや姫様だな、ちょっとさすがにゆるすぎる。よし、こんなもんでいいでしょう。これをここに
てたと。これで落ちない。引っ張れば取れちゃうけどね。あ、やべえ、今日ちょっと長い動画になるぞ。まさかのこれをやると。あれ、何これ、なんかシールかなんかかな。これも1234567123456、1個スペアか、7と。これをここに差し込むんだが、向きがあるね、一応細かいね。逆だ、こっち向きだ。こうか、入った。まあね、でも料理作るのが好きだから。皆さんはどうですか、料理してますか。料理っていいよね、本当。プラモデルと自分は同じ感覚で作ってるから、ね、うまく作れば美味しいしみたいなね。やっぱりちょっと手抜いてやるとちょっと味に深みがなかったりとかね、そんな感じで。料理好きなんだよね。なんかどんなにっていうと大げさだけど、まあ仕事から普通に帰ってきて疲れてても料理作ることはそんなに苦になんないからな。まあ失敗した時ね、やっぱり結構来るけどね、ウケって思うけど、やらかしたわって、今回失敗だわみたいな、まああるけど、でもやっぱり料理慣れしてくるとね、何でもそうだよね、カーモデルでもこうやって作ってて慣れてくるとね、やっぱりそれなりにうまくできるようになってくるし、まあ自分なりにね、まあうまくできたぜって。見てこれ超かっこよくない、キラーンスカイライン。これちょっとね、字が彫れてるの分かる、見える、字が彫れてるの、こんな感じ、こうね、字が彫れてる、かっこいい、いいわ。でこれを2つにカットして貼ってくれよとなってるので、真ん中あたりからピチッと切って、まあ、お、両方一気に取るしって、いやいやいや、この辺と、あ、強力、両面テープがこの辺とに貼って、あまりこうピチピチやるとね、このエッチングパーツが曲がってしまうので、ほどほどにしてピッとピッと見て、でこれをこう向きに見て、スカイラインっていう字が逆さまですよと。ここの膨らんでるところ全体的に当たるように、ちょっとこれはバランス見ながらちゃんとやろう。多分いいとは思うけど、この辺だね。見てこのかっこよさ、これやば、何このかっこいいの、これいいわ、やべえ、マジでいい。すいませんね、動画めっちゃ長くなってきた。で今度これですね、これのまた質感のいいやつ、これをまたここの3つに分けて、うわ、ちっちゃく切らないといけない。超ちっちゃくで、まあ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 大きくで切って、この大きさのはここに貼ろう、ぺったんこ。
え、これついてないじゃん、両面テープが。まず、やば。ここに残っちゃってる。目で見てわかる。残ってる。これをちょっとうまく剥がして、つけれないかな。いける？いけないね。いけた。で最後のこのちょっと大きめに切ったやつ、これをここに貼れば OK でしょ。よっよっ。あ、料理でさ、唯一なべさんの自分で認めるできない技っていうのがあって、まあそんなんね、いっぱいあるけど、簡単なことなのにみんな割とできる人が多いのに自分だけできないであろうって思える技があるの。なんとおにぎりが握れない。本当になんで三角になるのっていつも思う。俺おにぎりなんないんだよね、三角に。なんで三角になるっていつも思うぐらいのレベルのおにぎりが握れない男。なんないのよ、三角におにぎりって。なんで三角になる？でね、あのスーパーでね、そのお惣菜コーナーのところにおにぎりがあるの。そのおにぎりのコーナー見てさ、あの結構いびつな形したおにぎりがあったの。あ、仲間がおるって思った。多分これを作った人もおにぎりが握れないんじゃないかなとか思いながら、どうでもいいこと考えてた。いや、おにぎりってさ、マジで難しい、握るの。いや、難しいってか、もうそもそもできない。なんでおにぎり俺握れないんだろう、本当。できないんだよね。さっきのこれね、これをここに貼るみたいですね。これ前回のキットのやつね。おにぎり握れない、おにぎりが握れない、マジでおにぎり握れない。まあ、丸くなっちゃうとか、なんか変な形になるんだよね。三角になんか触るじゃない、こうみんなピュッ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 ってこう手の中でこうコロ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 回しながら、これでジャーンってやると三角になっとるみたいなさ、三角でいてなおかつちゃんとこう横はこう平行にこうなっててさみたいな、なんねえしとか思うんだよね。できない、なんでか知らないけどできない。みんなどねえど、あ、これ逆だった、やらかした。まあ、いや、適当にやろうかな。できないんですよ、おにぎりが握れない。だからちょっと思うの、多分お寿司も握れないんだろうなと思って。まあ、お寿司を握る機会ってよっぽどないじゃない。ああいうさ、なんだろう、手巻き寿司とかそういうのはね、まああるにしたってさ、だけど普通のああいうおにぎりもだろうな。でこれをここに通して、ここにつける。皆さんできます？おにぎり四角く、四角じゃない、三角く握れる？マジですげえ、三角におにぎり握れる人。よし、着いた。これでいいだろう。で、これはこっちにこうやって流しておいて。やべえ、すげえ投げとかな人だね。すいませんね。そうしたら、これを。こいつをここにするのね。できました。最後ネジで留めておしまいです。ネジは最後にこれついてたやつ。いやー、よかった、できた。でもやっぱり時間かかったな。多分なんかちょっとこういう細かいものやると時間かかるだろうなと思ってたんだよね。案の定だったわ。よかったわ。
まあ、なんかこのね RS1 もさ、ね、だいぶここまで形になってきたから結構楽しみなんだよね。またね、最初の方はねちょっと途方もねえなとか思ってたけどさ、まあ今になるとなかなか、ね、形になって次が楽しみだなって、どこまで進めるかなみたいな。今回割となんかねで届いてさパッと見た時になんかちょっと思ったより少ねえかったなって、あんまり進まねえかなとか思ったら、こういう結構細かくてね伝送系も入ったりとかして、特にこういうなんだろうな、自分って結構ね細かいところが、ね、こう車のここのこの車のこういうところが好きみたいな、変なね細かいところが好きなんだよね。そこっていうよく言われるんだけど、いやここかっこよくないみたいな、そういうのがあるから結構こういう細かいディテールでね再現されてるこういうキットをやると割と燃える。よし、ネジの効きもいいし、よし OK できた。ちょっとここで点灯テストをしたいけど、それはね皆さんには完成した時にねお見せできればなと思います。ということでね今日はこの辺にさせてもらって、あとでちょっとちゃんとチェックだけしとこう。よし、あでもこれサムネ撮りたいからな、チェックだけちゃんとしとこうか。充電じゃないバッテリー、これをここ、これをここ同時に入れてつくのかな、テスト用だからちょっとわかんないんだよね。オン、あついた。あ見てこのかっこいいの、今回こんな感じです。サムネいいね、こんなこれなら見えるね、ついてるの。いいねかっこいいね、スカイラインっていう字をちょっと強調させたいところだけど光が見えなくなっちゃうね、やめてこっちにしよう。まあこんな感じでございます。いいねめっちゃかっこいいよ。あのカメラだとちょっと分かりづらいと思うんですけどね、しっかりねボタンが全てちゃんとこうね光ってる状態になっております。かっこいいということでね、またね次回、あの次回はですね左側のドアスイッチ、パッド、ドラフター、サイドシールプロテクターの取り付けとなっております。またね、次回アシェットさんからね、キット提供いただきましたら続きやっていこうかなと思いますので、また見ていただけたらと思います。商品に関する詳しい情報は概要欄に載せてありますので、そちらもチェックしていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、ダーマだ。